さあ、茨城マリーズ場内アナウンスさんの谷本さんからお悩み相談いただきました。発声練習に何かいい方法がある。さあ、それでは最後のコーナー参りましょう。タイトルコールちゃんとみんなやってくださいね。今日最後ですからね。では行きましょう。スペシャルお悩み相談。さあ、ということで、ではまず一つ目のお悩み相談です。東京ヤクルトスワローズ小川康弘投手からいただきました。ありがとうございます。最近1回目のアラームで起きることができず、自分の意志の弱さを感じているのが悩みです。どうしたらスッと一度で起きられますか？はい、ドアラどうぞ。もう起きないそうですね、起きないそうですね、それでもいいかもしれないけどね。では小川投手からのご相談でした。あ、そうですね、そうなりますよね。こんにちは、千葉ロッテマリーンズ場内アナウンス担当の谷穂です。マスコットの皆さんに私のお悩み相談です。皆さんはシーズン中全試合に元気に出場するために気をつけていることはありますでしょうか？さあ、ドアラ、ドアラお先に行ってみようか。マイヤさん、青汁飲むいいですね、とってもいいですね。はい、ハリー、青汁を飲む、送られてきたけどそうだね、青汁。発声練習に何かいい方法があれば皆さん教えてください。やれてると思うよ、皆さん。はい、ハリー、防音室を作る。あ、防音室でも思い切り声を出しちゃう、それもいいかもね。ではドアラできた？ドアラできた？はい、ドアラ夕日に向かって走る夕日に向かって走る全然声出してないじゃんそれこちらをご覧ください。この選手です。ビシエドです。スーパークールドアラスワローズ、アンビシエドです。アンナオエトイアキコンナファミリアンカサタンキロコンパティンドムチョコミファミリアケロマイポタンテイque estamos pasando por un mal momento ahora con lo que se está pasando en todo el mundo y lo más importante ahora es estar tranquilo en casa con su familia, disfrutar su familia para que empezar la temporada lo más pronto posible, pero bueno, lo más importante ahora es estar en casa con la familia, disfrutar de esa tranquilidad en casa. Eso es.中日ドラゴンズ、ビシエド選手から動画をいただきました。さあ、みんなお悩みはビシエド選手の動画を聞いたから、わかるよね？何質問してたのかね。それ言った。はい、ドアラ。ヒゲがアルモンテにはならないよ。お悩みの答えだったの？それ。ヒゲのこと言ってた？ゼルス仕込みの名前が出ます。え、ロザンゼルスですか？え、そっち出身だったの？渡り海だったんですかね。さあ、いかがですか？ゼルス仕込みの名前、ちょっと私付き合い長いですけど聞いたことない気がしますけれども、さあ、どうでしょうか？皆さん、名前は出ないんですか、という質問ですがドアラがすごい笑ってますね。あかりはそんな方言ないもんね、出ないよね。さあ、いかがでしょう。でも、博多弁とかそれこそ名古屋弁とかさ、結構特徴がある2人はどう？はい、ハリー、出ない場合、出てますハリー、出ない場合、出てます、それ、出てます、博多弁です。じゃあ、ドアラはどう？ドアラは名前は出ない、名残が出る名残って何皆さんの発想スイッチはどこにありますか？教えてもらって今後の参考にしたいと思います。ぜひよろしくお願いします。アソー。さあ、
福岡ソフトバンクホークス松田信弘選手からお悩みをお悩みいただきました。さあ皆さんの熱男スイッチはどこですかというお悩みでしたけれども、さあ皆さんいかがでしょう、どこにあるか教えてください。見つかるそれで、はい、ドアラ、2つあるうちのこっち。せーの、あつおー、リストバンドしか見えない。みんなに痛い。ちょっと違う、すいません、あの、会いたいじゃない、あ、そうですよね。